はい、どうも、佐々木です。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それではですね、今回も認知症に関する情報を医療関係者のあなた、もしくはご家族さんのあなたにですね、分かりやすくお伝えしようと思っております。昨日ですね、うちの協会の高松さんによるですね、社員研修がありました。受けさせてもらってですね、今回もすごい勉強になったなというふうに思っております。今回のテーマ、何だったかというとですね、これですね。はい、これですね、徘徊ですね。徘徊と聞いてね、あなたはどんなイメージを持つでしょうかね。なんでしょう、歩き回るとかね。なんでしょうね。こう、ちょっとね、目を離した隙にね、家からいなくなっちゃって、気づいたらですね、全然ね、家から遠く離れたところにね、まで歩いていってしまって、で、そこで保護されるとか、警察のお世話になるとかね、そんな感じだったり。で、危ない状態になればですね、車とか、そういったところで、事故が起きてとかいうようなね、状態になると。徘徊はね、こう、すごくね、厄介な症状かなというふうに思います。言い方悪くするとですね、迷惑ですよね。本人さん、出てる、その徘徊の症状が出てる本人さんよりもですね、周りの人の影響がすごくね、大きい。そんな症状かな、なんていうふうに思います。僕のね、患者さんにもね、この徘徊している方、おられるんですね。で、ね、その方の場合はね、結構夜とかね、そういった時間帯に徘徊される方が、パターンが多いタイプかなというふうに思うんですけれども、徘徊もね、その人によって、パターンとか結構傾向が違ったりするんですよ。で、それによって、どこからね、こう原因で来る、どんな症状が原因で徘徊が起こるのかっていうのが、またちょっと変わってくるというね、徘徊はなかなかね、ややこしい、そんなね、感じかなというふうに思います。で、あなたの周りにもね、徘徊している方はもしかしたらいらっしゃるかなというふうに思いますけれどもね、徘徊されている方のね、症状で、これ結構原因として多く挙げられるよっていうのを、一つ今回ご紹介しようと思います。それが何かというとですね、字間違えましたね。これですね、繊毛です。繊毛、聞いたことあるかもしれませんね、繊毛というもの。この症状が原因でですね、徘徊というものが起こると。そんなパターンの方もね、結構多いんですね。繊毛。なのでね、あなたのね、こう、目の前にいるその患者さんがね、もしね、繊毛、ここが原因でですね、起こる徘徊、なんだとしたら、どういうふうにしたらいいのかというとですね、この繊毛がね、出ている方というのはですね、脳の部分でいうとね、ちょっと衰えてるね、部分っていうのはね、傾向としてあります。それがね、どこなのかというとですね、これ、手ですね、感覚を、司ってるとこ、感覚を管理してるところですね。ここが、機能低下をね、起こしてる可能性がね、専門の方の場合はね、高いんです。なので、そのね、そういったね、触覚とかですね、痛覚とかね、そういった部分を、扱うと。扱うじゃないな。そういった部分をこう刺激してあげるとですね、その繊毛によって起こるこう脳のね、ちょっと機能低下を起こしているところが、刺激されてですね、活性化することで、繊毛がちょっと和らぎ、で、徘徊の方も、症状としてね、軽くなってくるというような感じになっております。なので、あなたのね、目の前にいるその方、徘徊が起きている方が、ちょっと繊毛っぽいな、この人っていうふうに、もし思ったらですね、このね、手を使って何かこうね、ものを触ってみるだとか、触覚の部分、を、鍛えてあげるとですね、症状緩和につながりますので、ぜひね、一つ試していただきたいなというふうに思っております。今日の内容は以上ですね。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。では、さよなら。